株式会社385オートリースは、青森県八戸市柏崎に本社を置く385、流通株式会社参加のリースレンタル事業者である。また、日本自動車リース協会連合会東北自動車協会及び、青森県レンタカー協会の正会員である。レンタカーとしての取扱いメイン車種としている、マイクロバスには一部を除き、テレビ、DVD、 カーナビ、クーラーボックス、ETC を装備し、地上デジタル放送にも対応する。メーカー系のレンタカー会社と異なり、各メーカーの車両を保有する。また、2010年より、ハイブリッドカーの導入を積極的に行うコメントを、ホームページ上で発表している。取扱者数は、以下の通り2012年1月より、リースアップ車両の再利用を目的とした。 格安レンタカーの営業を開始している。格安レンタカー各社との差別化を図るため、カーナビ、ETG は標準で装備、商品名をグッドプライスレンタカーとして営業している。また配車サービスは実施していない。取扱い者種は以下の通り全国に展開するレンタカー会社と同等の保証制度となる。レンタル基本料金に含まれるもの別途加入するものとして、 面積保証制度があり、事故、車両損傷時の対物面積、車両面積が免除される。ありがとうございます。